こんにちは、ナミさん。深夜のこっそり話でございます。今日の深夜のこっそりは、まずね、このカップラーメンをね、美味しい、食べようとしてるところと、あとね、ちょっと髪を切りましてね、なんか反り上げすぎちゃったなと思ってるところでございます。なんかラップダンサーみたいになっちゃいました。はい。で、今日土曜日になりますけども、日付が変わって今日ね、遠足なんですよ。近くの動物園にヤマトくんと、それから同じね、インターナショナルスクールステラの皆さんと伺うんですけども、いや、非常に楽しみですね。まあ、あのね、動物園自体は何回も行ってるところなんですけども、まあ、他の方と行くっていうのにね、一種独特のワクワク感がありますね。で、あの、お弁当も一つの勝負だと思うんですよ。でもまあね、時代の移り変わりですかね。昔お弁当を手作りで作っていって、で、遠足とか運動会の保護者同士でこうね、ちょっと競い合って横目でチラチラ見に行った時代っていうのは、確かにね、コンビニとかなかった時代、弁当屋もそんななかった時代、お弁当は自分で作る時代、まあそんな時のね、なんか名残だったんだろうなと。最近はね、別にコンビニで買ってっても、スーパーの早朝弁当で買ってっても、300円でも500円でも結構ね、バラエティ豊かでね、いい感じですからね。下手に作ってで残っちゃうよりもいいのかなと思って、まあ今回はパンを持ってってね、で、大和くんがもしかしたら食べないかもしれないんで、タイミング悪ければ、そしたら帰り道のんびりと無駄にせずにね、食べれるようにって考えてますね。まあちょっとだけ見栄が張りたいんで、あれれ、久保さんのところは何ですか、パンですかって言われるのはちょっと悔しいんですけども、まあそんな時代でもないと思いますんでね、はい、まああの、見栄を張らずにフランクに行こうと思います。もっと別のところで私はね、勝負していこうかと思いますね。まあいちいちこうやってね、古い価値観の勝負を持ち込むあたりが、もう私だけ年寄りだなと思ってます。インターナショナルスクールのお父さんお母さんはみんな若いですからね。私はどちらかというとね、もうおじいちゃんみたいな、保護者のさらに親世代と同じですからね。まあなかなか面白いですね、でもね、こういうのがね。はい、じゃあナミさん、またメッセージ送ってください。ありがとうございました。